が終わりましたので帰りたいと思います。帰りもねバスに乗って帰ります。なんか市街は立体駐車場の最高級って書いてますね。いやーこれバス何のバスに乗れるかわからないですね。臨時バス最後尾って書いてますね。結構人数が多い。はい、待たないといけないですね。まあ、しょうがないかな。はい、待ちたいと思います。結構ね並んでますね。こんな感じ、あそこに色分けされてますけれど、まあこれ並んでるのがねタクシー乗り場もありますけどね、タクシーもかなり並んでますね。で奥の方が、臨時バスが待機しておりますけどね。なんとか駅に着きました。あとはね自分のアパート近くのバス停に向かうバスに乗れば終わりでございます。今日はね朝8時45分の臨時バスに乗って日向サンマリンスタジアムに向かってね、ほんと1日かかりましたね。はい、もう足がねもう痛くなってもう疲れてしまったんですけど、また明日、キャンプ最終日もねまた、日向サンマリンスタジアムにね向かう予定にしておりますけどね、まあ、体力の関係で行けるかどうか分かりません。はい、ということで動画をね最後までご覧いただき誠にありがとうございました。今回はこの辺で失礼します。